今回はですね、アマチュアの方に時々見られると思うんですけれども、コースで突然ダフりが出てしまったっていうことが、はい、まあ、実際に僕がゴルフ始めて間もない時とかも結構あったんですけれども、うんうんうん、そういった場合ってどうすればいいのかな、コースで出てしまっダフりが出てしまった場合にどういう応急手当があるのかなっていうのを教えていただきたいのと、うん、あとはまあダフりが出ないためにはどういう練習をすればいいですかということなんですけれども、難しいですけどね、まあ、どういう状況でダフってるかっていうのがもうそれぞれ違うと思うんですが、まず一つはその状況、ロケーションとか状況によってのダフりっていうのは意外とありますよね。例えばこうライがちょっと悪いから、ね、ライにこうやって合わせようとしてこうちょっとアジャストをしすぎてしまってダフってしまってたりなんていうのもあると思うんですが、まあ、基本的にそのフラットな状況、いわゆるこうライ的にも悪くない状況で、ロケーションもそんなに悪くない状況でダフってしまうっていうのは、まあ、基本的にはその僕が思うには一番の原因は、まあ、右手がやっぱり原因かなっていうふうに思いますね。で、結局まあ当然、まあもちろん左利きの方もいらっしゃると思うんですけど、右利きの方が打つときにどうしてもこう距離っていうのがインパクトまでの間で右の手首、それから右の肘っていうのをこう伸ばせられちゃう、ほどきやすくなってしまうっていうのが最大のこうダフりの原因だと僕は思ってるんですね。で、結局、まあ、インパクトの時っていうのはアドレスのポジションよりも、まあ、当然手の位置っていうのはちょっとこうハンドファースト気味になっていくわけですし、その時にまあ、ここにこう角度っていうのがやっぱこうあるわけですよね。この角度。で、この角度が当然早くほどければ、ほどいてしまえば、これやはりこうダフってしまうと。それからもう一つとしては、インパクトの時に、右の肘っていうのが多少左の手よりも、こう少し曲がってる形でインパクトする状況がやっぱ多いわけですよね。で、その時にその右肘も伸ばしすぎてしまって、ボールの手前をこう叩いてしまうっていうような状況が一番多いのかなと。そこでまあよく、まあ、コースレッスンなんかでもアマチュアの方、まあ、結構ダフってしまう方とかにはまあ、症状的にね見てると、やはりその右手の使う量が早すぎるとか強すぎるってしまってダフってるっていうのが多いので、まあよく力を抜きましょうと。で、感覚的にいくとまあ、ゴルフクラブでギュッと思いっきり握るっていうのは、まあ、ほとんどない。まあ、ラフとか、そういう時ぐらいで、基本的にはグリッププレッシャーっていうのは、まあ、あんまり入れない方がいいですよと。スイング中のポイントとして、まあ、僕は3箇所入るところがあるかなと思ってるんですよ。まずは、打つ前の段階でグッと力を入れてしまうアドレスの状況ですね。で、そこから切り返しの瞬間にグッと力がこう入ってしまう。それからインパクトの時に力が入ってしまう。この3ポイントを力を抜くことを考えておくと、結構、グリッププレッシャーが抜けて、インパクト瞬間の力がなくなって、ダフりがこうだいぶ軽減できるんじゃないかなというふうに思うんです。で、まあ力加減で言ったら、まあ、僕がよくお勧めしているのは、もう本当 10% ぐらいの力加減で一回打ちましょうと。アドレスした時にグリッププレッシャーを本来 100% でギュッと握るのだとしたら 10% ぐらいでも本当軽く触れている感覚。この間それでお客様がおっしゃってたのが、もうなんか面白いこと言ったなと思ったのが、うまい棒うまい棒って食べたことありますよね。スナック菓子ですよね。うまい棒を潰さない、ぐちゃぐちゃにならない程度のイメージで握ると。で、その握った感覚でうまい棒を崩さないまんま、潰さないまんま切り返して、潰さないまんまインパクト、潰さないまんまフィニッシュまで持っていくっていうことを心がけたんですよね。抜いてくださいって言ったら、その方はうまい棒って言ってたんですけど、そしたらもう本当びっくりするぐらいいい動きの連発で、球だ振りが本当に減ってきて、結構ね、そのハンドファーストにこう打つ動作的にも意外と役に立つし、まあ、力が抜ければね、当然こうこうシャフトをね、うまくヘッドを走らせてシャフトを使えるっていうことにもなってくるので、まあ、力を抜いていただくと、随分ダフりが軽減できるんじゃないかなと思いますんで、
まあ、ラウンド中とかね、あれなんかダフってダフりが止まんないぞなんですね、 2,3 回ぐらい連続でダフりをだったら、ぜひね、うまい棒作戦力を抜いてやってみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。